即位勘定とは、11世紀ないし13世紀から江戸時代にかけて天皇の即位式の中で行われた密教儀式で、その内容は、秘儀とされていた。一般的には、即位式の前に、石管か、主に二条家の人物から天皇に対して、陰相と信言が伝授される、陰明伝授と呼ばれる伝授行為と、即位式の中で天皇が伝授された、陰明を結び、 信言を唱える実習行為を合わせて即位感情と呼んでいるが、陰明伝授と即位感情の実習を明確に区別する研究者もある。ここでは陰明伝授と即位感情を合わせて説明する。感情は元来、古代インドの国王即位や立太大使の際行われた感情水と呼ばれる水が即位する王の頭上に注がれた儀式であった。この儀式は、 バラモン教のベーダに書き記されることによって広大に引き継がれ、ラーマーヤナにもラーマオが即意識で神々から民衆に至るまで王に対して感情を行い、後に本来の姿であるビシュネ人に戻って世を去ったと伝えられている。やがてその感情の儀式が仏教儀式に取り入れられ、特に密教の中では伝法感情など重要な儀式とされるようになった。 日本に密教が伝来した旧世紀に感情の儀礼が開始され、やがて密教の感情儀式が天皇の即位式に取り入れられ、即位感情が成立することになる。日本に密教を伝えた中国では皇帝の即位式に感情儀式が行われた形跡はない。これは日本と中国の君主についての概念の差に起因していると考えられる。中国では、 皇帝の即位式は皇帝と神化との相互承認という色彩が強いのに対して天孫降臨の神話を持つ日本では即位式に宗教的な観念が入り込む余地が大きかったと見られる。また、感情が古代インドの国王即位の儀式に源流があるとはいえ密教の教義に基づく陰命伝授と実習からなる即位感情は 古代インドで行われていた儀式とは思想的にも内容的にも異なったものである。平安時代の陰性期仏法の交流が王権の交流に直結するという仏教的国家間が意識されるようになる。その結果、叶わせ王や従前の君などといった仏教的な名称が天皇の別称とされるようになり、 即位式の中にも即位勘定のような儀式が取り入れられるようになったとの説がある。このような状況を王権仏樹説と呼ぶ研究者もいる。また、古代以来天皇が言ってきた神道儀式は中世以降衰退していった。例えば大上会の翌年に古くから行われてきた八素島祭は鎌倉初期以降行われなくなった。そして大上会自体や新鍋祭りも 15世紀には一旦中絶する。そのような中、天皇の宗教的権威を保つ新たな儀式として即位感情は生まれ発展していったと見られる。なお、太陽国においても即位儀式の中に感情が行われているが、これはアユタヤ朝時代に国王をバラモン教を由来とするビシュヌ人やシ芝神と同一視するテイワラーチャを取り入れたことによる。このため、 ダーマ一世以降の現在の着利王朝の即位式においては、仏教的な儀礼をもとに言っているものの、感情のみはバラモン像が行うことになっている。即位感情は、即位する天皇が石棺か、主に二条家の人物から陰葬と真言ので授を受け、それを即位式の中で実習する。秘義としての性格上、記録があまり残っておらず、その内容について知ることは困難であった。 しかし、近年、二条家に保存されていた文書が公開され、その中に即位感情関連の文書もあり、即位感情の実践方法についての研究が進みつつある。陰葬の伝授は、即位式当日に行われることが基本であったが、陰命伝授者がもに服しているなどの自由がある場合、前日になることもあった。即位感情の際、天皇が結ぶ陰葬は、 金剛会大日如来を表す地形印とされる。大日如来を表す地形印を結ぶ点については、本次衰弱において、アマテラス大臣と同一視された大日如来の印象を結ぶことによって、即位する天皇が大日如来と同一化し、至高な存在となる意味があるとされる。信言は、大蔵界大日如来の信言内視だけにの信言を唱えたとされる。 なお、神言を唱えると言っても発声はせず、心の中で唱えた。滝二天の神言は、口述する神言系人員に伝えられている、当時方即位法でも用いられており、即位感情との密接な関連が指摘されている。性に関係が深い滝二天が、即位感情と関係があることについては、阿弥陀義彦が唱えたように生と天皇との関わり合いに求める説がある。 天皇が陰命を結び、神言を唱える実習については、かつては即位式の際、天皇が皇御座まで歩いている間に行うと考えられていたが、最近の研究では皇御座に着座してから行われたとされている。即位勘定が悲劇であったことから、皇居座に天皇が着座した直後、女官が天皇の顔を陰で追っている間に行われたと見られている。上記は、 江戸期における二条への即位勘定についての文書からの分析であるが、室町時代は、例えば、小奈良天皇の新規によれば、三位三名の伝授を受け、皇御座へ進むまでに第一の陰相を結び、着座後に第二、第三の陰相を結ぶ方式をとっており、即位勘定の実施方法は時代によってかなり変遷があったものと推定されている。 即位勘定がいつから開始されたのかということについてはいくつかの説がある。最も古い説では、御三条天皇から始まったとされる。これは、大江正房が表した、御三条院ご即位期に、即位時、御三条天皇は尺を持たず、手で、大日如来の演奏をしていたと書かれていることによる。しかしこの記述をもって、即位勘定が行われたとするのには、疑問との意見もある。 二条家から近年公表された即位感情に関する文章の分析から五深草天皇から即位感情が始まったとの説が唱えられている。これは二条公道が記した即位感情時に隠命伝授を行った人物を併記した天皇家の経図によると五深草天皇は即位時摂政であった一条左熱根から即位感情を伝授されたとしている。 ご深草天皇に続く、亀山天皇、小宇田天皇については、即位勘定を行ったとの資料は残っていないが、伏見天皇が即位勘定を行ったことについては、伏見天皇新規の記述から明らかであり、伏見天皇から即位勘定が開始されたとする研究者もいる。伏見天皇が即位勘定を行ったことは確かであるため、遅くとも13世紀後半には、 即位勘定は始まったことがわかる。即位勘定では、多くの場合二条家の人物が、陰命伝授を行ってきたが、即位勘定の誕生の経緯から二条家が深く、関わっているとの説がある。二条家初代の二条両実は、父である九条同家と不和で、夕食古実に関する文章を一切引き継げなかった。そのため、夕食古実を重んじる鎌倉時代当時の、 状況下では、政治的に大きな範囲を持つことになった。当時、即位式に続いて行われる、大上会で行われる神前とも親の儀では、天皇が石官に儀式の作法についての助言を受け、それに基づいて儀式を進めていたが、伏見天皇即位地に関白を務めていた二条市中は、儀式進行に関する天皇からの問いに答えられず、苦境に立たされることになった。 これは二条家に、夕食古日に関するめぼしい書類がなかったことによる。そのため、二条市中は兄であり、天大雑を務めた経験もある道元の協力を、青木、伏見天皇即位時に即位勘定という、新たなる儀式をはじめ、二条家が置かれた苦境から脱し、他のせっ家と対抗することを目論んだという。これはまた、石官が、大上海で行われる神前ともの儀で、 天皇に儀式の進め方を伝授することが、石関の大きな存在意義となったことをヒントにして、石関が即位する天皇に対して、儀式の作法を伝授する、新たなる密教儀式を取り入れたことを意味しており、即位感情は、石関の存在意義の一つとなっていくことになる。この説によれば、二条位への都合がもで開始された、即位感情であるため、天皇の即位時、 二条家が摂関を務めていない場合、当初、即位勘定は、基本的には行われなかったものと推定する。ただ、歴代の当主が、室町幕府と江戸幕府の正衣大将軍の返記を受けるなど武家政権と親密であった二条家は、室町時代において、摂関を務める期間が、他の御石家と比べて長かった。自然、天皇の即位時に即位勘定が行われる機会が増え、 また、天皇家の側でも、権威確立の手段の一つとなる、即位感情を歓迎する面があり、やがて即位式に即位感情が定着していくことになる。上記の説は、歴史的に二条家が、即位感情を務める機会が多く、即位感情が二条家の家業として定着していく、ことについて説得力がある説である。五不覚天皇の時には一条左根が言ったとされる、説は、 先に紹介した二条公道の記録にのみ見えて、信憑性に疑問が残る。しかも二条家では、三ネツネの後、一条家では、苦伝が断絶し、二条家のみが伝えていることを繰り返し強調している。また、五伏見天皇の時は、高塚佐賢中が、即位勘定を行ったとされているが、この時の儀、被される司祭これはべと記され、二条家以外の人物が、 即位感情を行ったことはあくまで例外、不吉とされている。実際に天皇が即位式に際して実習した即位感情と並んで、天台宗と新言宗には、天皇が即位式で実習するための即位法と呼ばれる、因名と新言が伝えられている。一般的に、天台宗の即位法は、天台方、新言衆の即位法は、当時方と呼ばれている。天台方 当時方とも複数の即位法が伝えられており、それぞれ印名と信言が異なる。天台方の即位法は、周の牧王が来日如来から法華行の下を授けられたとする、牧王説話などの説話をもとに、当初は皇僧が天皇に対して陰明伝授を行う内容であったのが、その後、摂関が陰命伝授する内容になったとされる。一方、 当時方の即位法は、両武神道などの影響が見られるとされ、当初から石棺が天皇に伝授する内容であった。即位法はそのまま実際の即位勘定に用いられることはなかったが、即位勘定の成立には少なからぬ影響を与えたと見られ、特に当時方即位法と即位勘定との類似が指摘されている。鎌倉時代後半から南北朝時代にかけて、 天皇の存在が互いに不可欠であった摂関家と寺院勢力は自らの存続をかけて共同で即位儀礼の中に即位感情を持ち込んだものと見られる。鎌倉時代後期以降、寺明院党と大閣寺党の争いはやがて南北朝の対立へと進み、二人の天皇が対立するようになった。また王党分裂の影響を受け、寺院勢力の中でも分派が進んだ。 そうした分派それぞれが即位法を編み出し、それら即位法は南北朝の争いが終焉しても統一されることなく、現在まで伝えられることになった。即位勘定が二条への家業となっていく過程で、足利義満と親密な関係を保ち、南北朝時代に四度にわたって、摂関を務め、大きな権力を握った二条、吉本の力が大きかったことについては、諸説一致している。 二条義元は、感動の上乱に際して、北朝再建に尽力した。また三種の仁義がない上に、譲る国の御事のりを発する辞典の君が不在で、やむなく抗議門院を辞典とし、即位にこぎつけた、五光金天皇以降の北朝が、天皇としての正当性に傷がついた状況にある中で、状況の改善に不信した。二条義元は、即位感情を、 北朝の天皇の新たな権威の源泉として、儀式としての整備を進めた。そして四度にわたり、接官を務めた二条義元は、数代の天皇の即位時に、陰命伝授を行い、即位勘定の儀礼としての定着にも大きく貢献した。その結果、即位官定が二条への家業となっていく道筋を開いた。また、二条義元は、 ご園友天皇の大上会人前とも神の儀の際、ご園友天皇に陰荘と新言を伝授し、天皇は儀式中に陰荘を結び、新言を唱えた。神道の儀式である大上会で陰荘を結び新言を唱えたという記録は今のところ他に見られないが、即位感情が天皇の即位式ばかりではなく、大上会にも関係があったことを示す興味深い。 記録である。なお、大上階が五ヶ島原天皇以降一旦中絶したことが他に記録がない原因である可能性がある。いずれにしても宮廷の重要儀式である即位式と大上階に二条義元が深く関わっていたことがわかる。即位感情は天皇の即位式に不可欠な儀式として定着するにつれ、陰明伝授を主に担っていた二条家に対して、 他の合設計も、陰明伝授を求め、しばしば騒論が発生するようになった。古くは1414 14年、昇高天皇の即位に際して、関白の一条京継ぐと、県大納言の二条持ち元との間に騒論があったが、陰明伝授をめぐる騒論が本格化するのは、二条家に陰明伝授が定着した江戸時代に入ってからである。まず1611年、ゴ水ズ天皇の即位の際、 二条秋真と、この絵の豚だとの間で総論となり、時の正位大将軍であった、徳川秀忠の裁定によって二条秋真が、陰明伝授を行うことに決定した。続いて1687年の、東山天皇即位の際は、時の二条家当主の二条皇太らが、当時、まだ16歳の若さで、天大な言であり、しかも父である二条皇平が死去した時、 二条公、大羅はまだ三歳で、陰命伝授の内容を父から伝えられたかどうか疑念を持たれたことから、大きな総論となった。二条家にとってさらに悪いことには、1675年の火災で二条家の文庫は全焼しており、先祖伝来の文章も、ほとんど失われてしまっていた。摂政の一条冬田と、左大臣のこの江元宏から、まだ大臣の地位についておらず、 父からのきちんと伝授がなされたかどうか疑わしい二条綱平ではなく、自らの家にも伝承があるので、ぜひ陰明伝授を行いたいとの主張がなされた。結局この時は、霊元上皇がそれぞれの仮説を確認した上で、かつて自らが受けた印る名伝授を二条図の平に伝え、二条公平が陰明伝授を行うことになった。 1710年の中加門天皇即位の際は、摂政の近衛家広と、右大臣二条公平との間で争いとなった。当時二条公平は、東山天皇の崩御に伴う仏記中であり、陰命伝授を行うことが危ぶまれており、太公であった近衛元宏の強い意向もあって、近衛家が陰命伝授を希望した。この時も、 霊源上皇の裁定によって二条家が務めることとなり、仏器中の二条綱平に代わって二条義忠が、隠命伝授を行うことになった。1735年の桜町天皇即位時も、関白である、この江江久が、隠命伝授を希望した。結局この時も中見門上皇が、左大臣の二条義忠に伝授を命じたが、中見門上皇は、 この家の伝承も尊重することを認めた。1739年、桜町天皇は二条、総始めに対し、陰明伝授は二条家が行い続けるよう命じた。これ以降、陰明伝授は二条家が行うことが確定し、総論はなくなった。江戸時代の後期になると、国学が盛んになるなどの社会の動きに対応して、仏教と神道が結びついた。 神仏集合に批判的な意見が見られるようになった。そのような中、即位式の仏教儀礼である、即位勘定に非難が集まるようになった。1847年の公明天皇即位の際に行われた、即位勘定では、多くの公家たちが、即位式に即位勘定を行うことに拒否感を示した。また、即位勘定の背景にあった、趣味や説などの仏教的世界観が、 地球球体説、地動説、万有引力の法則などに代表される西洋天文学の導入によって、その正当性が動揺していくことになり、やがて、それらは仏教における固有の真理ととして位置づけられていく一方で、社会が共有する世界観としての地位を失うことになる。1868年の明治天皇即位時には、 即位式の浸透儀礼化が追求された結果、仏教的な色彩はすべて追放され、即位勘定は廃止されることになった。即位勘定は儀式として完成した江戸期、朝廷の重要時とされた。何度も繰り返された、即位時の因明伝授についての総論も、その重要性の表れである。総論の下中にあった天皇や上皇、そして石棺家の人々から、 その重要性が繰り返し強調された。即位感情を中心的に担ってきた二条家では、江戸期、即位感情の前に、陳樹や天神に儀式の無事成功を祈り、陰明伝授の直前には二条家を挙げて、決裁の神事を行った。即位感情は仏教に基づく儀式であるが、二条家が神道式の儀式で、即位感情の無事を祈る点は、近世の公家社会は、 人物集合の要素があったことを示すものである。また、即位勘定は例えば西ヨーロッパでの君主即位に行われたというの儀式との比較することができよう。即位勘定は、二条家を中心とする摂棺家の人物が陰葬と信号を伝授し、即位する天皇が実習する。石棺家の人物が陰葬と信号を伝授する行為は、宗教的な儀式というよりも石棺家の家業としての 色彩が強い。即位感情の伝授と実習から聖職者は排除されており、この点が聖職者が即位する君主に対して行う儀式である、というとの違いである。即位感情を行うことにより、天皇は来日如来と同一化し、極めて高い宗教的な権威を得ることになるが、その過程で構想など聖職者の介在がないということは、天皇は 宗教界の影響力が排除された中で、高い宗教的権威を持つことが可能であるといえ、天皇の権威の隔絶性を意味するとされる。もっとも、鎌倉時代、室町時代については、僧侶が陰命伝授を行った例があることが指摘されており、即位感情の成立から、その完成に至る過程の解明が期待される。ありがとうございます。